ポニーキャニオン、株式会社ポニーキャニオンは、富士再生グループの大手映像、音楽ソフトメーカーである。通称は、ポニキャン。富士メディアホールディングスの連結子会社。日本映像ソフト協会、JVA、日本レコード協会、リアッジの正会員であり、過去料協会に会長を輩出している。日本で、最初期にミュージックテープ、ビデオソフトを販売したことで知られ、 欧米メジャーに属さない独立系レコード会社としては世界有数の規模である。1955年、日本放送の関連会社として設立された株式会社日本放送事業者、日本放送事業者が前身である。1966年10月1日、当時日本放送の常務だった石田達郎がカーステレオの普及を見越し8トラックによる ミュージックテープを販売するため、現法人、株式会社日本放送サービス、日本放送サービスを設立。翌1967年4月に8トラック、ポニーパックを発売。1970年に、株式会社、ポニーと、社名変更、コンパクトカセットを使用したミュージックテープ、及びビデオソフトの販売も開始した。 日本放送系列のレコード会社として、株式会社キャニオンレコードも石田が設立した。1975年に発売された、およげ、たいやきくんが450万枚、オリコン調べの大ヒットを記録。1978年には、九段北に新社屋を建設、通称、たいきビルと呼ばれた、1986年九段、NP ビルに移転。 2012年まで一口咲かスタジオが使用。設立の経緯から、キャニオンレコードがレコードと CD、ポニーがミュージックテープとビジュアルソフトと、事業分野が分けられていたが、1987年10月21日に、両社は合併し、株式会社、ポニーキャオンとなった。1992年に製造部門、アダチセンター、日本放送送信所の跡地、 現日本放送は足立ち予備送信書にあったと、子会社の PC プロジェクトが統合して、ポニーキャニオンエンタープライズとし独立した。その一方で、1994年に、ポニーキャニオン販売を、九州合併、本社を八丁堀に移転。2006年4月に、富士山系グループ、FCG の再編が実施され、日本放送の子会社から、富士テレビの子会社に移行した。 2007年3月には、フジテレビの全額出資による完全子会社、不走者も同時期に完全子会社化されたとなり、2008年10月、フジテレビ等の FCG に属する放送事業者各社を認定放送持ち株会社参加に統合することを核としたグループ再再編に伴い、グループ統括会社であり認定放送持ち株会社である、 富士メディアホールディングスの完全子会社となった。2009年、ポニーキャニオン音楽出版と PCI ミュージック、設立。2011年、アミリア設立。2013年、ポニーキャニオン、渋谷スタジオ開設。ポニー、キャンブックス総刊書籍事業がスタート。2014年、エグジットチューンズ株式会社を完全子会社化。2019年、 エグジットチューンズから音楽出版事業と作家マネジメント以外の全事業をポニーキャニオンアーティストから声優マネジメント事業を吸収し、エグジットチューンズはエグジット音楽出版に改称。1998年より本社を虎ノ門2020年開業予定の東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅に隣接に置いていたが、 2022年度竣工予定の虎ノ門ヒルズステーションタワーの隣接地、都市再生特別地、虎ノ門1.2丁目地区の A-4 ワイクに当たるため、2019年5月7日に、六本木一丁目の泉ガーデンアネックスに本社を移転している。映像ソフト販売会社としては老舗であり1970年3月11日に、石田が1980年には、 日本のビデオソフトが5000億円産業に成長するという趣旨のビデオソフト5000億産業宣言を行い、同年7月1日にビデオソフトオープンリール式ポニービデオを発売。オリジナル作品およびフジテレビ系列の番組、映画の映像化作品はもとより、系列外の放送局 NHKTBS テレビテレビ朝日、テレビ、 東京などの番組 DVD なども販売している。特に TBS 系列は東京放送ホールディングスがカルチュアコンビニエンスクラブ毎日放送などと共同出資した TC エンタテインメントがあるが2010年時点でも軽音やアイリスフジメディアホールディングスの2011年3月期中間報告書にヒット作品としてはじめなどが当社から リリースされている。2000年には日本で初めて有料映像配信を開始。なお、日本テレビ系の番組に関しては原則として、日本テレビ市会社で系列各社も出資しているバップからリリースされているが、ドラマ、大都会シリーズや読売テレビ制作のアニメ、結界紙などのソフトは当社からリリースされている。また、 1984年には、ウォルト・ディズニー・カンパニー、日本法人もと契約、同社の映像ソフトの販売を受託している。そのため、日本テレビが制作に名を連ねるスタジオジブリ作品についても、ジブリとディズニーの間で映像ソフト販売契約を結んでいるため当社が販売を担当する。かつては MGM、UA コロンビア映画とも契約していたが、 前者はワーナーホームビデオ遺憾、現在は20世紀、フォックスホームエンターテインメントジャパン株式会社が販売を担当、後者は株式会社、ソニーピクチャーズエンターテインメントが自ら販売業務を担当している。また、かつてはベストランビデオインターナショナル、アトニと契約していた。2006年4月に日本国内初の HDDVD ソフトを発売し、 最も意欲的に HDDVD ソフトをリリースしているメーカーの一つであった。現在はブルーレイディスクソフトに関して積極的にリリースしている。HDDVD の幹事企業、メモリーテックの主要株主であることから HDDVD 陣営であると見られていたが、同年12月にアニメ、エアーのブルーレイディスク版ボックスを発売した、こちらも、 国内初の BD ソフト取る予定だったが、発売日を延期したためそうならなかった。ポニーパック発売当初は、自社で音源は持たず、他のレコード会社から供給された音源を使っていた。しかし、同業他社からもミュージックテープが販売され、音源供給が難しくなることを見越して、自ら音源を保有するために設立されたのが、キャニオンレコードである。石田や高崎一郎。 当時日本放送プロデューサーとの縁から東芝音楽工業、後の EMI Music Japan の名ディレクターであった高島博之を取締役制作部長として迎えた。キャニオンレコード設立からしばらくはニューミュージックの歌手が多く、1972年設立のアードバークレーベルにはヤマハ音楽振興会、現ヤマハミュージックアーティスト所属のアーティストを多く所属した。 また、1975年のフォーライフレコード設立に、際しては、レコード業界からの圧力に対し、石田が、救いの手を差し伸べ、レコード版のプレス、販売を引き受けた。1980年に、田原俊彦と岩崎義美が新人賞を同時受賞したのを契機に、アイドル歌手の依頼が急増し、アイドル部門に力を入れるようになった。 ミュージシャン出身で1970年代からニューミュージック部門を手掛けていた渡辺雄三、後のポニーキャニオンコモンらが責任者を務め、1980年代のアイドル歌謡前世紀には一人勝ちに近い状態あった。その後、1990年代以降のアイドル歌謡の衰退、アイドル冬の時代により手掛ける作品は少なくなっていたが、2000年代には、 アップフロントグループによって設立された、ハチャマレールの販売住宅、2004年、アップフロントワークスに統合後も、社内レーベルとして継続。2013年には、ピッコロタウン、ライスミュージックの各種社内レーベルが、キングレコードから移管や、フジテレビ発のアイドルグループである、アイドリング。2007年デビューを経て、2013年には、ポニキャン、アイドルクラブ、 ニコニコ生放送を立ち上げ、アイドル戦国時代に対応している。しかし、2017年に同番組が終了。2018年には、ベイビーレイズジャパンの解散、マジカル、パンチラインの遺跡など再度縮小傾向にある。かつて、山本ジョージや石川さゆりなどが所属していた、演歌、歌謡曲部門は、売り上げ不振から1999年をもって撤退し、 2000年のヤマハミュージックコミュニケーションズ設立により中島みゆきなどヤマハ所属アーティストが離脱した。その後2006年に復帰した森正子を除いて J-POP に特化している。これらの経緯もあってかレコード会社としては非常に長い歴史を持つにもかかわらず、所属アーティストの大半は1990年代後半以降にデビューまたは移籍してきたアーティストによって占められている。 2002年夏頃から、アイドル系、レーベル、フライトマスター所属アーティストにコピーコントロール CD、CCCD を導入した。一時期、アイコ、白鳥マイカなどのアーティストも導入していたが、2005年5月以降は、導入していない。一部のアーティストは、その導入時期においても CCCD を導入せず、CDDA でリリースしており、全体的な導入には至らなかった。 2006年よりエグジットチューンズ、当時クエ a クホールディングスに資本参加2014年に完全子会社化している2018年3月まで子会社であったポニーキャニオンエンタープライズが設置運営するポストプロダクション PS スタジオ PS スタジオにてアフレコスタジオを管理し自社が制作委員会に参加するアニメ作品のアフレコを行うほか 自社グループでアニメも含めたすべての音響制作が一貫して行える体制を整えていた。1992年2月24日にマネジメント会社としてキャニオンミュージック、後の株式会社 PC ミュージック、株式会社ポニーキャニオンミュージック、株式会社ポニーキャニオンアーティストを設立。二千十四年十一月にポニーキャニオンアーティスト社内に 声優のマネージメントを行うスワローを開設し、以降、花森、ユミリ、遠藤ゆりユリカといった声優を輩出している。2016年10月には、プロの声優アーティストの育成を目指すスクール、P ・ S ・ボイス・アーティスト・スクール、P ・ズ・ボイス・アーティスト・スクールを開校させている。2019年7月に、ポニー・キャニオン・アーティストの声優マネージメント及び、声優スクール事業が、 ポニーキャニオン本体に移管された。1980年代は旧ポニーのポニカ、ポニカブランドで各種パーソナルコンピュータやファミリーコンピュータなどのパソコン、家庭用ゲーム機向けゲームソフトを発売していた。映画配給部門を2013年2月に新設している。2017年公開のララランドが興行収入40億円を超える大ヒットとなった。 書籍部門は2013年4月に新設し、同年12月より、ポニー、キャン、ブックスレーベルで書籍の刊行を開始。メインコンテンツとなるライトノベルでは、アニメ化を見据えた上でのアニメ制作会社連携した作品作りが挙げられる。翌2014年に、同レーベルからのアニメ化、第1号作品として、ダンスマスクスの制作が発表されている、2015年放送。 このほか、同レーベルでは、アニメ関連ムックや、契約声優の写真集などを発行している。2014年4月からニコニコ及び、音線で、情報番組、ポニキャン全部、の放送を開始、各週更新。同年5月8日からは、ウェブコミックサイト、ポニマガを公開。毎週木曜に更新される。また、自社アニメ専門 EC サイト、 キャニメ .jp を出展し、独自特典を充実させている。移転前のタラノモン本社ビルの1階にはイベントスペースがあり、各種ショーイベントや記者会見等を行うことができた。2019年7月7日、六本木一丁目の新社屋3階に新イベントスペースが開設された。ロゴマークはかつてレーベルごとに異なるものだったが、1982年10月、 以降、俗に PC パックマンマークと呼ばれる、非科学なロゴのものを共通に採用した。その後1986年以降目玉マークが復帰され、企業ロゴタイプは馬場ババージが手掛けた富士山系グループの統一標準書体に変更された。また2004年以降は、左から黒、灰、赤の3つの丸が並んだビジュアルイメージ、6が併用。 CM 及びオープニングロゴでは、パッチの文字がこのロゴへと変化するジングルが流れているされ、商品やプロモーション等の主に一般向けには、こちらのシックスが使用されている。設立1 0周年を迎えた2016年10月以降は、PC、開業ポニーキャニオンという新ロゴが登場している。1980年代半ばから1990年代半ばにかけて、 シングルのジャケットやパッケージ側面に角が丸く黒い四角形に白抜きの Z が描かれた、描かれた場所の G 色が黒の場合、赤い四角形に黒抜きで描かれた場合もあるロゴが印刷されたシングルが存在する。この通称 Z マークはレーベルを示すのではなく、販売店ごとに設定された返品枠の対象外商品であること示す。ヒカル・ここなど発売後数週で、 販売機会が失われるアイドル歌謡曲や新人アーティストの作品に多く記載されており自由に返品を受け付けることでより多くの販売店に仕入れてもらい露出させたい意図がある。なお、同社が販売を受け負っていたフォーライフレコード当時のごく一部の作品にも Z マークが記載されている。キャニオンレコード発足当時は発売するレコードのジャケットのほとんどで全面に C の文字があしらわれた歌手の顔の周りに C が来るようなデザインとなる。このデザインは2年ほど続いた。過去に受託していた企業は以下の通り、in、アニメクリエイティブ本部担当、声優アーティストなど。それ以外は、ミュージッククリエイティブ本部担当ア行。家業。作業。他業。何業。派業。

制作委員会に参加しているツボネが独立局ではない場合、キー局の欄に記載する。基本的には、子会社のバップから販売されるが、一部作品は、ポニーキャニオンが担当している。ゲーム機、発売順、パソコン、スマートフォン、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。